はい、えー、お疲れ様でございます。FTX のニュースがやってまいりました。あの、FTX がね、再開するみたいなんですよ。で、FTX が破綻したのっていうのは、結構暗号通貨冬の時代って言って、各命からがね、ダダ落ちした時で、それでまあ、あの、利用者の資金供給に耐えられなかったところがあったんではないかなと思いますけども、なんとですね、手元にある資金が最近の暗号通貨の、もう盛り上がりでですね、まあ、増えたわけなんですよね。 で、FTX 今ね、9700億円分の資産を持ってるということで、これだったらもう一回できるんじゃないかなってことになったみたいです。いや、なんかちょっとそう考えるとね、今回の破綻で、日もサちもいかなくなった人がいる中で、結局 FTX だけは生き残るのかってと、ふざけた話だなというところもありますけども、FTX が仮に復活するとなるとね、ここはバイナンスに続く世界第2位の規模を持った顧客数の、これ取引所ですからね。 最近の上り上司の暗号通貨にさらにね、あの、好条件を与えることになって、なんかまたバブルがやってくるんじゃないかなと思わせますよね。まあその再開を、FTX の再開を利用者が許すかどうかっていうところが結構大きなところになると思いますし、もし FTX が利益を出せば当然ですけどもね、訴訟が起きて資金を返せみたいなことも起きてくると思います。まあ基本的に FTX って会社はどうもなんか詐欺みたいな手法でね、規模を大きくして、 で、それを莫大な航空機とか、独自のトークンとかで、やり込めていたっていうところがあって、まあいまいちはっきりしないところなんですよね。まあでもこういう不透明さが暗号通貨投資の魅力でもあるんで、危なっかしいこと大好きな人はまた注目するんじゃないかなと思っています。じゃあ、いずれにしてもね、注目していきたいですよね。記事の方は各自で読んでおいていただければと思いますんで、概要欄に少しだけ貼っときます。